鶏胸肉のしっとり加減。どうも、料理研究家のだれやまです。さて、今回はですね、定番料理をだれやま流に一番美味しく作る方法をご紹介する極みシリーズです。でね、極みシリーズといっても、ただこだわりすぎたり材料が多かったりすると、皆様自身もね、作る気にならないと思いますので、簡単だけど最高に美味しい、これをね、目指してやっていきたいと思います。そして今回ご紹介する極み料理は、極み鶏胸ステーキです。これね、自慢になって本当に申し訳ないんですけども、私だれやまほぼ毎日鶏胸肉 1.5 枚食べてます。もうね、シンプルに焼くだけでしっとり柔らかく仕上がる鶏胸肉の最高の焼き方、ご紹介したいと思います。鶏胸肉を1枚でも2枚でも同時に焼くことができますので、ぜひお試しください。ということで、今回の材料紹介ですね。せーの、ボン。鶏胸肉、お塩、バター、ごま油になります。で、材料の説明をしていきます。今回は鶏胸肉が2枚入りのものしかなかったので、2枚同時に焼いていくんですけれども、1枚でやる場合はこの分量をね、2分の1にしてください。そしてここでめちゃくちゃ大事なポイントをご紹介します。鶏胸肉は冷蔵庫から出したてのものではなく、冷蔵庫から出してだいたいですね、30分から1時間ほど置いたものを使用してください。冷たい鶏胸肉を使用してしまうと、鶏胸肉の中までしっかりと火が通らないのでね。でね、今回はダイエット料理用に作ってないので、バターを使用するんですけれども、ダイエット用に鶏胸肉のステーキを作りたいという方は、このバターなしでも大丈夫です。ということで、早速極み鶏胸ステーキ作っていきましょう。ということでですね、まずは鶏胸肉ですね。この鶏胸肉に下味をつけていきます。下味は塩のみでつけるんですけれども、だいたいね、鶏胸肉1枚の重量に対して 0.8% のお塩を両面に振りかけてください。ただ量りがね、ご家庭にない方もいらっしゃるかと思いますので、そういった方はですね、鶏胸肉1枚に対して小さじ2分の1杯のお塩両面に振りかけてください。今回は鶏胸肉2枚あるので、だいたいお塩小さじ1杯ぐらいを振りかけるということになりますね。こんな感じで全面にね、まんべんなく下味をつける。鶏胸肉に塩をかけたら、塩をしっかりと鶏胸肉に浸透させるようにしてください。はい、ということで、両面にしっかりと塩をなじませることができたら OK です。ということで、お次にフライパンにごま油。今回もね、鶏胸肉の皮の方から焼き上げるんですけれども、皮の油を利用して焼けるのにもかかわらず、なぜわざわざ油を加えるか。これはですね、油を加えて鶏胸肉の皮から焼いた方が、皮からしっかりと油が出るんですよね。その結果、皮面もね、パリッと仕上がるんです。そして鶏胸肉、これをですね、皮の方から加えるんですけれども、鶏胸肉の皮って結構ね、こう縮んだりしてるんですよね、こんな感じで。ですので、鶏胸肉の皮をしっかりと伸ばしてください。ここめっちゃ重要です。しっかりと伸ばしたら加える、これで OK です。この鶏皮が今回、鶏胸肉をしっとり柔らかくジューシーに仕上げるための最大のポイントになりますので、しっかりと伸ばしてください。こんな感じでね、伸ばす、しっかり伸ばすことができたら、こちらも同様に入れる。そしてここになんと、もうバターも加えちゃいます。先ほども言ったんですけれども、ダイエット中の方、ボディメイク中の方はバター入れなくても大丈夫です。なぜバターを加えるかというと、鶏胸肉って非常に淡白な味わいで、ちょっとね、食べ続けると飽きますよね。ただこのようにバターを加えることで、バターのコクや奥深さを鶏胸肉に染み込ませながら焼き上げることができるので、鶏胸肉の焼き上がりが非常に香りよく、胸肉自体にバターのコクも加えることができるんですよね。そういった意味で今回バター加えてます。そしたらですね、こちらにアルミをね、ぴっちりとしてあげます。はい、このようにアルミを上からかぶせてあげることで、油の飛び散りを防ぐことができるほか、鶏胸肉の中までしっかりと火が通りやすくなるんですよね。そしてね、この上に重しを乗せるんですけれども、この重しも汚れないという、まさにね、一石三鳥になるわけです。そうしましたらですね、こちら弱火でじっくりと加熱していきます。そしてですね、弱火でスイッチを入れたら、タイマーを準備していただきまして、だいたい15分焼き上げていきます。今回の一番のポイントというのは、やはり皮をしっかりと伸ばした状態で皮の方から焼くというところですね。なぜ皮をしっかりと伸ばさないといけないか、そして皮の方から焼かないといけないかと言いますと、鶏肉の分厚い皮を利用してゆっくりと身にも火を通すことで、急激な温度変化によって起こる鶏胸肉のパサつきを抑え、しっとりジューシーに焼き上がるというわけですね。
これね、皮があるのとないので鶏胸肉のしっとり加減や柔らかさが全然違いますので、ダイエット中の方も必ず鶏胸肉の皮は外さず焼いてください。でですね、ダイエット中の方は脂質がやはり気になると思いますので、焼き上がった後にね、鶏肉の皮を剥がしてしまえばそれでいいのでね。はい、ということでですね、15分経ちました。そしたらね、見ていきましょう。お餅とアルミホイルを外すとね、見てください、こんな感じでね、上のところまでかなり火が通ってますよね。これがね、アルミホイルによる効果なんです。そしたらね、こちら裏返していきます。いい感じの焼き色ですね。あー、どっちも素敵だ。そして裏返しましたら、再びこんな感じでアルミをしてすぐに火を消す。あとはこの状態で10分余熱で火を通していきます。はい、ということでね、10分ぐらい経ちましたので、こちら開けましょうか。はい、これでね、火が通ってるんですよね。このようにですね、皮面をまずじっくりと時間をかけて焼き上げて、その後に裏返して、あとは火を消して余熱でこれまたじっくりと火を通すことで、鶏胸肉がね、パサつかず本当に驚くほどしっとり柔らかく仕上がるんです。もうね、これ私だれまが何年も何年も鶏胸肉を焼いて焼きまくってやっと完成させた方法なので、皆さんぜひお試しください。そしたらですね、こちら切り分けていきます。皆さん聞いてください、ほら、皮がパリッパリ、見てください、この鶏胸肉のしっとり加減最高ですよね。これよこれ、鶏胸肉の身の中にしっかりと肉汁と水分蓄えられてますよね。このフライパンにですね、鶏肉の旨味やコク、あとはバターやごま油の風味やコクがしっかりとね混じったスープがございますので、これを利用してソース作っていきます。お醤油、お酒、お砂糖、あとはみりんですね。これをね、弱火でじっくりと煮詰めていきます。でね、ここにお好みで、柚子胡椒を加えましょうか。僕結構柚子胡椒を加えるの好きなので柚子胡椒を加えます。これ柚子胡椒を加えるとね、めっちゃ美味しくなりますのでね、柚子胡椒好きの方はぜひお試しください。もしくはこのソースが出来上がった後に最後にですね、レモンを絞ってもめちゃくちゃ美味しくなります。そこら辺はね、お好みでやってください。まだシャバシャバなんですけれども、このシャバシャバ具合から少し濃度がつくまでね、タレに火を通していきます。はい、ということでこんな感じでね、ソースにとろみがつけば OK です。そしたら火を消して上からタレをかける。はい、ということでですね、極み鶏胸ステーキ完成しました。なんかもうしっとり仕上がりすぎて、これ煮豚みたいになってますね。それではいただきましょう。いただきます。これ鶏胸肉じゃないみたい。めっちゃ美味しい。鶏胸肉の中にしっかりとね、水分と肉汁が保持されているので、口がパサパサになることもなく、本当にしっとり柔らかいんですよね。めっちゃ美味しい。うまいな。この焼き方さえ覚えたら鶏胸肉本当にね、美味しくいただけるので、ぜひとも今回で覚えていただきたい。鶏胸肉料理だけは本当に誰にも負けたくないし、誰にも負けない自信がある、そんな僕が作ったこの極み鶏胸ステーキ、ぜひお試しください。ということで、 See you next match ね。バイバイ。